はい、西武沿線役の馬場龍馬です。よろしくお願いします。そうですね、なんか僕は高崎翔太と同じ事務所なんですけど、まあ、翔太がずっと出てるっていうのもありますし、でしかもなんかそれで面白いことをやってるってところで、すごくその僕自身もめちゃめちゃ気になってて、ああいいな、楽しそうだなって思ってたところに今回こうしてお話しいただいたので、今回満を持して参加できるってことでめちゃめちゃ嬉しいです。キャストで言うと、それこそその橋本泰斗とは同じそのチームメイトでやっていたので、その泰斗と一緒にこう今回またお芝居できるっていうのはすごく嬉しいし、あとは同世代のところでいくと滝口幸宏は、僕はデビューのドラマから一緒で、で今回久しぶりにお芝居で一緒になるので、まあどういう感じになるかなっていうのはすごく楽しみですね。僕はまあ今回のこの西武沿線役もそうなんですけど、ヒーローに憧れてる役 で僕自身もヒーローに憧れてこの世界に入って、ヒーローになりまして、で東映の撮影所にこうずっと1年間通い詰めてたので、その時はもう本当に西武池袋線様には大変お世話になり、もうそうですね、もう僕のライフスタイルの一部となっていたその西武線グループのこうお話に出られるっていうところでめちゃめちゃテンション上がってます。今回はスピンオフとはなりますけれども、本当に僕たちなんでしょうね、まあなんかすごくこう外から見てていいなと思ってたし、僕は何よりこの脚本演出である川尻さんが大好きだしっていうところで今回お話しいただいて、役者馬場龍馬としてこの作品に残せるものがあったらいいなと思いますし、こう西武沿線はですね、ヒーローに憧れてるってところ で僕自身ヒーローを経験していたので、なんかその時の知識もこう踏まえつつ頑張っていきたいなと思いますし、何より西武沿線がですね、子供の心を持ったまま大人になったっていうところで、まさに僕のことではなかろうかと思いますので、ぜひぜひ、僕自身のねこう引き出しをフルに出して、こう素敵な作品を皆さんでね一緒に頑張っていきたいなと思いますので、ぜひぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。お待ちしております。万歳。